はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、デラックスピーチエナジーロックシードです。はい、これはエナジー系ライダーの仮面ライダーマリカが使うロックシードですね。そして今回のピーチエナジーの発売で、ユグドラシル側のエナジーライダーのロックシードは4種類全て揃えましたね。特にチェリーエナジーは音声がすごく面白かったので、ピーチエナジーはどうなんでしょうか。裏側はこんな感じ。今回も戦国ドライバーと連動できます。では早速レビューしていきます。はい、中身はこのようになってます。前面のフルーツのパーツ以外はいつものエナジーロックシードと一緒ですね。ただピーチ部分のクリアパーツはブラックなんですね。他のエナジーが結構カラフルだったので、女性ライダーの割に渋めなカラーリングです。ナンバーは ELS03。 そしてピーチのメタリック塗装はかなり綺麗です。このサイドのパイプデザインもいいですね。では電源オン、ロック解除。という感じでアラビアンテイストの音声が鳴りますね。今までは機械的なサウンドが多かったので、これはこれで面白いですね。そしていつも通りボタンを押すとフルーツが展開します。こんな感じですね。勢いよくパカッと開きます。この状態でロック解除すると、かなり綺麗に光りますね。ではボタンを押して音声確認します。まずは1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、ロックシード単体の音声はいつもと一緒です。では次はジェネシスドライバーと連動させます。変身、おお、情熱的なアラビアンテイストのサウンドですね。一回絞ります。ちゃんとピーチエナジーに連動してピンク色のエナジーが溜まりますね。それとこのおねえっぽい音声もいい感じです。二回絞ります。パーキングの部分だけやたらと力強いですね。では変身解除。続いてソニックアロー。近くでもう一度。はい、4つのエナジーロックシードを並べるとこんな感じです。メロン、ピーチ、レモン、チェリーですね。エナジー系のフルーツは形状がかなり独自路線ですね。個人的にはチェリーが結構好きです。ではせっかく4つ揃ったので、エナジーの番号順にロック解除してみます。まずはレモン、続いてチェリー、チェリーエナジー、そしてピーチ、ピーチエナジー、最後はメロン。はい、ということでデラックスピーチエナジーロックシードを紹介しました。いつも通りジェネシスドライバーとソニックアローにちゃんと連動しますし、おねえ声っぽいセリフとかアラビアンテイストのサウンドはかなり独自路線でしたね。では次の動画では戦国ドライバーを使ってジンバーピーツの連動音声を確認します。以上、デラックスピーチエナジーロックシードの紹介でした。